吉田さん、カイジとか利根川とか班長っていうのは恐ろしく真っ当なストーリーなんじゃないかなと思うんですよね。で、よく人気になるアニメとか漫画とかって何の取り柄もない人が主人公 でいろんなライバルがいるんだけども、なぜか知んないけども大事なところでなんか勝ったりね、いい目にあったりとかして、まあ、それはそれで落ちこぼれた人に希望を与えると思うんですよ。何の特徴もない人でも、あ、主人公になれるんだと、なんかチャンスがあるんだと思われるかもしれないですけども、コツコツ努力してきて自分の道を作ってきた側からするとふざけんなって話じゃないですか。何もやってこなかったものがね、なんかこうトントン拍子うまくいくなんて、世の中、捨てたもんじゃなぁと捨てたもんじゃなぁと思わせますよね。でも利根川とかカイジとかって、その帝愛グループみたいに真面目にコツコツやった人が、黒服とか利根川さんとかね、そういうのがカイジみたいな薄ぼんやりした人を下してやっつけて正義を守ったみたいな話じゃないですかね。だからなんかこう何もコツコツせずに遊んでばかりいてサボりまくってきて、で最終的に勝とうっていうのが人間のこの浅ましさなんですけども、それが漫画の中で表現されるから、もうサボる人間ばっかり増えると思うんですよね。だからちゃんとやった人ってやっぱ報われるべきだし、報われてよかったねって考えた時に、ああ利根川さんよかったねとかね、黒服よかったねとかね、あのツイッターの中の人よかったねとかね、あんな感じになるんじゃないですかね。で、あの兵藤会長も結局はまともなことをまともにやってるだけでね、うん、お金を貸してあげて返済日にすいません返せませんとか言って土下座してる人に対して、何やっとんじゃ、そんな土下座いくらされたって貸したお金が返ってこなかったらこんなかわいそうなことはないぞと、誠意を見せろって焼き土下座とかね、だからなんかこう謝れば許してくれるとかね、失敗しても取り返しがつくみたいに思ってるところがもう甘っちょろいのかなっていうところをなんか教えてくれるドラマじゃないです か唯一の誠意は約束を守ること、まあ考えてみればまっとうなことですよね。よし。